はい、速稼塾の久保です。まあ、何かとね、注目を浴びる中国の情報なんですけども、皆さんはね、中国に対してどんなイメージを持ってらっしゃるかなと。やっぱり世界を席巻する大富豪帝国なんでしょうか。いや、それともですね、貧困が多い、ものすごくね、まだ経済発展が不十分な国なんでしょうか。どうもね、日本にいらっしゃる方ってのは爆買いっていうことをね、代表格として言葉に出されるぐらい豊かには見えるんですよ。世界中で中国資本が、土地を買ったりね、それから北海道の土地もだいぶ買われてるとか、水源を買われてるみたいな、随分ね、気前のいい商売をしてるなっていうところもあるんですけども、今回この記事でですね、こう書いてあるんですよ。中国の14億人言われているという人口の中の6億人が月収1万5千円ということなんですよね。月収1万5千円という貨幣価値が日本の1万5千円とは当然違うとは思うんですけども、これがどのぐらい低いのかってことなんですが、だいたいね、これ下の方にあるんですけども、中国の平均年収は3万元ということらしいんですよ。で、今回、月収1000元だから30分の1ですか。平均年収が3万元なんで、これがだから、例えばね、月収で30万だとするじゃないですか。30万じゃないか。年収で600万って言ったらいいのかな？平均年収600万ぐらいなのかな？ちょっと想像つかないんですけども、まあ3万元が平均値だとしたら、その20分の1ですか。3万元ね。1000元ですからね。失礼します。30分の1ですね。ですんで、日本に例えると平均年収が、例えば年収400万だとしたら、年収10万とか15万みたいな方が人口の半分、40% ぐらい占めるみたいな、いわゆる一言で言ったらね、スーパースーパー超二極化なわけなんですよ。で、これが何を意味するかってことなんですけども、中国って基本的にね、外需もあるんですけど、内需がでかいんですよ。というのが、一部の中国の、商売人とか投資家が、同じ中国人から、利益をね、吸い上げているって形ですよね。そう考えると、一部の富裕層、1億人ぐらいの富裕層と、十数億人の、中流階級以下が、混在しているという、すごいね、二極化のある国なんではないかなと思うんですよ。これ日本も結構似た形になっていて、今回の感染症ショックでも、お金持ちはさらにお金持ちになったんですよね。だから事故の裏で富豪が生まれるっていう言葉、何回も私の放送で言ってますけども、こう危機的な状況が訪れれば訪れるほど、お金のある人ってさらに、ね、お金が集まるようになっていくのが資本主義経済なんですよ。で、一方中国もね、資本主義ではないと、社会主義国のはずなのになぜか同じようなところに帰結していると。一部の人にお金が集まって、貧しい人はね、どんどん貧しくなるみたいな構図があるんですよね。で、前回行われました全人代ですね、全国人民代表大会で、このリーさんっていう人がね、リーさんっていうのは誰ですか。李首相ですか。首相なんですね。この方が5月28日、閉幕式の会見で、中国の平均年収は3万元だが、月収1000元の人も6億人いると。月収1000元と平均年収3万元を比べたんですね。ということは、こうですね、かける12しないといけないんですね。こういうふうな単位をね、もう違って書いてるんで、私も混乱しましたけども、月収比較ちょっとまとめますね。月収1000元の人は年収で1万2000元です。ですんで、20倍の格差ではなくて、倍以上ってことですよね。ですんで、平均年収が、例えば200万弱の、日本人の方結構多いと思うんですけども、それから一般公開されている平均年収は400万と。こんな感じですよね。ですんで、なんていうんですか、一括りはできませんけども、一括りできない上で申し上げますけども、派遣ですとか、フリーターとか、ニートですとかね、よくわかんないですけど、正社員と正社員じゃない労働者との格差と、ものすごく似てるなと思うんですよね。で、給料が低すぎるって書いてますけども、我々の国も同じような現象になってるんじゃないかなと思うんですよ。で、とてもじゃないですけどもね、国民全員といいますか、ほとんどの方が将来に安心を抱えたりとかね、消費税が 1%、2% 上がることに、とても余裕を持って見てらんないっていう事態だと思いますし、
これはね、なんか世界共通のなんか悩みなんじゃないかなと思うんですよ。まあ、要するにね、人口が増え続けることによって担保されていた今までの経済発展も、今地球規模でね、もう新しい土地が見つかるわけでもないし、新しい需要が発生するわけでもないと。まあ、いわゆるね、今まで消費した人の消費を食い合う形になってるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、そうなると中流階級の人が低所得者になることによって、高所得者の方への富の集中っていうのが行われていくと、まあ、二極化これからもどんどん進むんではないかなと思うんですよね。ちょっと難しい言い方になって申し訳ないんですけども、今回この波紋、本当波紋ですよね。中国の6億人以上がやっぱり中国の中でも豊かとは言えない暮らしを送ってるのは、我々日本と似てる現象があるんだろうなというふうな感じですね。いや、以上ですね。なんかいろいろと考えることがあったんですけども、うまくまとまりませんでしたので、また別の機会にライブ放送でお届けしようかと思います。ありがとうございました。